さて、えー、区形の再帰的,的分割というのをやってきました。再、ま、帰、あ、的というのは再び呼び出すこと、再び戻って呼び出すことというような感じですけども、まず長方形で、えー、区形を分割した後、その長方形を正方形に分割する。この分割の中に divsquare、これは正方形を長方形に分割する関数を を作ったわけけでですすどもそれを呼び出していいるととうことです実際、ここにソースプログラムがあるのでやってみますと、こんな感じになりますね。まず、長方形を正方形で分割しているわけです。その正方形をその長方形で分割というのをやっています。ここにもこの正方形ができていて、その正方形を長方形に。 失礼正方形を長方形に分割。最後2つ正方形ができていて、それをさらに長方形で分割ということで、1回正方形に分割したら、その正方形を長方形に分割する、d i スクエアというのを呼び出しているわけです。ここでさらに再帰的というのは、これ何度も繰り返すことを言うわけですが、ここの、もう一回ちょっと出してみて、正方形を、長方形を正方形に分割しました。 その正方形を長方形に分化しました。じゃあ、この長方形をまた正方形に分割すると。で、そこでできた正方形をさらに長方形を分割するというような感じで、これを何回も繰り返すということですね。これが本来の再帰的呼び出しというものです。この再帰的という言葉ですけども、ちょうどここに今 PDF の資料を載っけておきました。これはプログラミングで 樹的というのは最大の発明と言われていたんですけどもその英語だとリカーシュフというわけですけども自分自身を読み出すことになります、うん、ま例えば、えー、これなんか銅山的頭山的と訳した人がいるそうで自分の上に頭の上に穴が開いて息ができたでその生に身を投げて、まあ、自分の中に自分を入れるみたいな感じの、まあ、落語の言葉らしいです 例えば、あのー、略称の定義で面白いのがあって、まあ、再的な定義の例ですが、グニューと呼ぶんですけども、これ何の略かっていうと、えー、GNU はグニュ i イズノットユニックスの略だと言うんですね。で、GNU だというわけですが、自分の中にまた自分が出てきてるんだよ。じゃあ、そもそもこの GNU は何なのか。GNU はやっぱりグ n u i イズノットユニックスということで、まあ、ひたすらこう、無限にこの定義が繰り返されるということになります。まあ、こんな感じのこと。 再帰的ということですね。で、まあ、これをプログラムの例で言いますと、これはあのー、再帰的なプログラムと普通の反復のプログラムの例です。解、ま、乗、あ、ですね、n の解乗というのは1、1×2×3× 点点点 ×n というわけですけども、これを再帰的な定義ですと、その自分再帰という、これですね、この関数の中に自分が出てくる。まあ、n が最初にあってで、1個自分の減らしたものを 実際そうですね。n の解乗というのは n かける n 1の解乗なんで、これは再帰的な定義です。で、これを1から普通に掛け算していったのがこれですね。1かけ2かけ3かけいうのを n までやりますというのは、これは普通の繰り返しで自分の中で自分を呼び出すというのはありません。これは再帰的な 関数ではありませんが上が再的なものですで上と下を見比べて上の方が比較的簡単に記述できているのでこの再帰的っていうのは非常に面白い、えー、仕組みだということがわかると思います。で、これを先ほどの divsquare と divreq と ですねえー、正方形を長方形に分化する divsqr という関数はすでに作ってあります。じゃあ今度は逆にその長方形を正方形に分化するというの1つのディブレクトという関数にしてあります。ちょうどこの全体ですね。えー、こちらか。こちらのこの全体をのプログラムをその関数に1つの関数としてまとめたのがこれになります。まあ、中身は一緒ですね。で引数として x ポーズと y ポーズがあって wd。 ですね、この、この場合は列になりますけども、列車というかこの横幅になります。で、えーまあ、これをちょっとやってみたいと思いますね。これをちょっととりあえず全部消して、で、これが全体、だいぶプロセッシングっぽくなってきましたね。で全体のプログラムがあって、で、このプログラムでは、サイズを5 0 0け5 0 0窓のサイズを 500×500 500に限定して、最初にディブスクワーを読んでいます。 で、dibsquare っていう関数をもちろんここに追加してあげます。dibsquare は、d i ブ s q u a r e の中で d i ブ r e c t を呼んでいるわけですね、えー。正方形で分割するわけですが、その正方形を長方形に分割するということは d i ブ r e c t を呼び出しています。dibrect の中では、長方形を正方形に分割した後、その正方形はさらに 分化するので、divsqr というのを呼び出しています。なので、これ、お互いに、お互いがお互いを呼び出すので、再帰的になっているわけですね。divsqr の中で divrect を呼び出して、divrect の中です divsqr を呼び出すということで、これがひたすら繰り返されていくわけです。で、ここで再帰的呼び出しの特徴で、このままだと無限ループに陥ってしまいますので、どっかで止めなきゃいけないというのが、式地と言われているものです。ここではこれですね。これが式地 こちらも同じですその長方形の幅がその式位置以上になったら処理を止と、まあ、ある程度ちっちゃくなっていったら止めますよということですねその式位置の値がここでは160になっておりますちょっとこれでやってみますとこんな感じですね、えー まずディブスクエアが生み出された正方形を長方形に分割しています。その長方形をこの正方形に分割しています。で、その正方形を長方形に分割しているということで、であの一辺が160のよちっ小さくなったら止まってるわけですね。これもうちょっと小さくしてみましょうか。例えばこの敷地を 50g までに下げてあげると、もうちょっと細かく計算が繰り返されるわけですね。やってることは一緒です。かなり細かくなってきて。 でえー、このプログラムのさらに複彩というのはマウスクリックですね。マウスクリックで何回も同じことをやりましょうということで、えー、マウスクリックするたんびに、えー、もう一回リブスキュアを呼び出されます。でその際に、えー、この NumA と NumB の値がランダムになっていて、も,もちろん等しくなるとまずいので、等しくならないようにしているということです。でスレッショールドも一応10から300の間で、えー、敷地もその、 ランダムに書いていますのでクリックするたびに、えー、いろんな模様がこう描けるということです。おかなり大きい値だとねこう粗い感じですが細かくなったりとかいろいろ出てきますよね。で、えー、だいぶこれでなんかこう造形的なものが描かれてるように見えてきてるんじゃないでしょうか。